さて、私の話の23回目。Crime and Punishment としては11回目です。それで、前回はね、前回はジャック・ザ・ジャイアント・キラーで終わったんですけども、これジャックと豆の木の話かなと言いましたけど、やっぱりそうでした。ウィキペディアで見てみたんですけどね、ネット上の、それの、英語版のウィキペディアによると、まあ、こういうことが分かったんです。大急ぎでちょっと、それ復習しますね。童話のね、話、皆さんよく知ってるでしょうけど、僕忘れてました。一応ね、昔読んだことを読んだけど、だいぶ忘れてました。で、ジャック・ザ・ビーンストークって言うんですって、英語ではね。ジャック・アンド・ビーンストーク。ビーンストークっていうのは、ジャックと豆の木って、日本語ではそうなってますけど、ジャック・アンド・ビーンストークって言ったら、ジャックと豆の茎という意味なんですよね。豆の茎なんですよね。ビーンストーク。で、どんな話かというと、簡単に言うとね、ジャックは貧乏だったんですね。で、お母さん、ウィドウとマザーと一緒に住んでたんです。お父さんが死んでね、未亡人のお母さんと一緒に、母一人、子一人で住んでた。で、貧乏だったんです。で、一頭のデイリーカオがいたんですよね。酪農用のね、雌牛がいたんですよね。で、その雌牛にのお乳をですね、牛の乳をマーケットで売って、それだけで食べてたんですよ。生活してたんです。ところがある日のね、The cow stopped giving milk ね。あれよ、お乳を出さなくなったから、仕方がないから、今度はね、肉としてもマーケットに売り出さないといけないから、その、カオ、雌牛をね、売りに行こうとしたんですよね。売りに行きなさいって言われて、お母さんから言われて、ほんで、ジャックがそれで、売りに行ったんですけども、その時にね、オールドマンが来てね、で、わしは、マジックビーンズ持ってんだと。ね。魔法のビーンズを持ってる、豆を持ってるから、それと交換しないかって。ジャックはね、騙されて、まあ、騙されてというか、ね、本気にして、それで、そのマジックビーンズをもらってね、で、牛をそのまま譲り渡してしまったんですよ。で、本当はね、そのカオをマーケットで売って、お金にして、それをお母さんのところに持って帰らなきゃいけないけども、お母さんが怒ってね、お金じゃなくて、そんなしょうもないね、くだらん、豆なんか持って帰ってきて、本当にもう仕方のない子だね、ということでね、で、そのマジックビーンズをブワーッと、お母さんが投げてるんですよね。投げて、その近くの近所というか、中庭に投げてね、でもうあんたなんかもうご飯食べさせないから、早く寝なさい。それで、寝てたらね、一晩のうちに、茎が、豆がブワーッと成長して、茎が大きくなって、天まで届いたんですよね。で、ジャックはそれで、その茎を伝って、空の上まで行ったら、大きな屋敷があって、ジャイアントが住んでたんですよね。で、隠れてたら、ジャイアントがなんかすごいものを持ってる。ね。で、なんかね、マジックハープを持ってたんですよね。魔法のハープ、ポロロンポロロンというやつですよ。盾ごとね、を持ってたんです。そのポロロンポロロンの、マジックハープはね、ほっといても人間が弾いてないのに、自然と自分で自動的にポロロンポロロンって音が鳴るんですよ。マジックハープ。それからね、グース、これはガチョウだったかな。グースってガチョウでしたっけ。早稲田グース、ね、そのグースを持ってたんです。そのグースはね、またね、ゴールデンエッグス、ゴールデンエッグス、金の卵を産むんですよ。この2つのすごい不思議な宝を持ってたんですよね、このジャイアントはね。で、おお、これはしめしめということでね、この2つを盗んで、降りていったんですよね。で、合計3回ぐらい、そのジャックは、その茎で登って、ね、茎を登っていって、天の上のジャイアントの家に
忍び込んでね、いろんな宝を盗んで持って帰っていったんですよね。で、お母さんのところへ持って帰っていったんです。でね、いよいよジャイアントが気がついてね、怒って追いかけてきてるんですよね。ジャイアントが空からどん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 その茎を伝って降りてきたんですよ。で、ジャイアントをや、あの、ジャンコをやっつけようとしたんです。ところが、お母さんに、早くアークスを持ってきてくれ、アークスね。斧を持ってきてくれって言って、で、お母さんが、はいはいって言って、で、渡して、お母さんが渡してきた、そのアークス、斧をね、持って、その茎をバサッと切ったんですよね。そうすると、茎がバタッと倒れますよね。それで、ジャイアントがバタッと落ちて死んだんですよね。それで、ジャイアントが死んだおかげで、ね、その盗んだ宝を大事にして、それでお母さんとジャックとは幸せに暮らしましたとさ、っていうやつ。残酷な話ですよね。そういう話です。まあ、その長くなりましたね。6分もこんな話して。で、そういうジャイアントキラーの話の話を、このラスコーニコフは考えてたんです。ここで問題なのはこのアークスですね。アークス、斧でもって、ジャックはこのジャイアントをやっつけた。そのおかげで幸せになった。貧乏な二人が、母一人子一人が幸せになったという話をね、まあ意味深長だから、このラスコーニコフは考えてた。それについて考えてたという話です。この話はよく覚えておいてくださいね。僕も気がつかなかった、これ。ジャイアントキラーの話を、内容をはっきり覚えてなかったからね。ここら辺はいい加減に聞いてた、僕。何回も何回も聞いたり読んだりしてた。いかにいい加減に読んでるかっていうことはよくわかりますね、これね。やっぱ一字一句大事に読まないといけない。で、Why am I going there now? ね。Why am I going there now? なんで僕は今、そこへ行こうとしてんだろうな。そこへって一体どこなのかわからない。僕らにはわからない。読者にはね。このラスコーニコフは分かってるんですよ。そこに。なんで僕は今からそこへ行こうとしてるんだろうな。例の場所に。例の場所っていうのはどこか。これから明らかにされるであろう。っていうわけですね。で、Am I capable of that?That っていうと、イタリックスになってますね。これ、イタリックスになってます。だからちょっと強調してるんですね。Am I capable of that? そんなこと僕にできるんだろうか。Is that? 二つ目の that ね。これも italics になってますね。強調されてるんでしょうね。多分ね。Is that serious? そんな話、本気なのかな。自分でね、考えていながら、自分の話を本気で考えてるのかなって言ってるんですよ。で、It is not serious at all. だったっけ？そうそう。It is not serious at all. 全然そんなもん本気じゃないよ。自問自答してますね。Monologue, soliloquy, soliloquy ですね。It's simply a fantasy. ね。単なる、simply は only と一緒。Fantasy。まあ、何じゃ、空想。ただの空想に過ぎないんだ。ただのね、気まぐれの空想でしかないんやだ。ね。現実でそんなこと考えてない。It's simply a fantasy to amuse myself. 僕がね、自分で、なんか遊びでね、自分自身を楽しませるためのただ単なる空想だっていうんですよね。だから、なんだ、ただ単に遊びでね、ふざけて空想してただけだと。空想してるだけなんだと。で、その後、コロンになってますね。で、a plaything。ただの、まあ、おもちゃというか、ね。まあ、これ話だから、あるいは空想だから、これおもちゃっていうのはちょっと変だから、まあ、なんていうのかな、これ、なんちゅうてんのかな。遊びで考えてるだけだという感じでね。Yes, maybe it is a plaything. そうだよ。多分、これはただの遊びなんだよ。というように納得しようとしてるわけですね。これで、クォーテーションマークがクローズされてますね。次いきます。今9分、10分ぐらいね。あれ？あ、次ね。The heat in the street。これね、モノログが終わって、次、
サンクトピーター、サンクトピーターブ、ごめんなさい。サンクトピーターズバーグ、サンクトペテルブルグ、サンクトペテルブルグっていうね、ロシアの首都、サンクトペテルブルグっていう日本語ではそう言いますけども、ロシア語ではサンクトピテルブルグっていうらしいですね。で、それは英語ではサンクトピーターズバーグっていうんですよね。で、そこに住んでるんですけどね、そのサンクトピーターズバーグの情景を描いてるんです。暑い夏なんですね。The heat in the street was terrible, and the airlessness, the bustle, and the plaster scaffolding, bricks, and dust all about him, and that special Petersburg stench, so familiar to all who are unable to get out of town in summer. All worked painfully upon the young man's already overwrought nerves. ということで、センテンス終わりね。で、The heat、暑いんですよ。これ、真夏。The heat in the street。On the street になってないってことに気をつけましょう。僕自身が気をつけないといけないと。In the street となってますね。The heat in the street。通りの、その通りね。その道路、その通りの暑さはすごかった。恐ろしかった。すごかった。And the airlessness。これ、息苦しさという感じでしょうね。空気のなさ。だから、息苦しさというか、ムッとするような状態ということでしょうね。多分ね。The bustle。Hustle and bustle という言い方をすると思うんですよね。確かね。で、バッソルというのは、喧騒、都会の喧騒とか言えばいいの、喧騒ね、うるさいんですよ。うるささ。ノイゼネスというかね。full of activity and very active and noisy という感じなんですよね。バッソル、ザ・バッソルというのはね。で、and the plaster、plaster というのはね、あれ、漆喰のことだと思います。ちょっと記憶によるとね、漆喰、漆喰というのは、白いペンキに似た粘土みたいなやつですよね。ビルディングの、あるいは普通の文化住宅みたいなところの白いもので塗ってあるような壁ありますよね。あれ、漆喰っていうらしいんですよね。それをプラスターって英語で言うらしいんですけどね。ちょっと詳しくよく知らない。で、ともかく、and the airlessness、息苦しさと、ムッとしてるするような雰囲気、それから、喧騒、ね、都会の喧騒、そして、漆喰、そして、スカフォーディング、これね、足場。足場組んであるんですよね。足場があるということは工事中だということです。あっちこっちで工事してるんでしょうね。スカフォーディング。あるいはもしかしたらね、この当時、これ1860年ぐらいに書かれたロシアの小説ですから、その当時、今から150年前のロシアのサンクトペチェルブルクではね、もしかしたら、工事が終わってるのに足場が組んであったかもしれませんけどね、その足場で、階段に登って何かしてたかもしれない。よくわからん、そこら辺のってことはね。まあ足場、ね、建設中かもしれない。Bricks っていうのはレンガですよね。そして、and dust all about him。彼の周り、ずっと囲んでいる、その、埃ね。彼の周りの埃、それから、and the special Petersburg stench。ピーターズバーグはね、これ、例の首都のペテルブルクですね。例の、その例の特別な、ということは、独特の、ペテルブルクのね、ステンチ、臭さ。強烈に臭くて嫌な匂いなんですよね。ステンチ。これはただ単にスメールとかオーダーというのよりもきついらしいんですよね。まあ、英字典しか引いてないですけど、これね、ステンチっていうのは、英語のスティンク。スティンクってめっちゃ臭い。That stinks. You're a stinker. とかいうような言い方しますよね。スティンク。臭い。That stinks. 臭い。めっちゃ臭いっていう
ていう時にね、smells と言わずに、stinks, that stinks, stinking, ね、臭い、むちゃくちゃ臭い。その stink という英語の、stink という英語と語源が一緒なんですって、これ。stench ね。むちゃ臭いんですよ。臭い匂いなんですよ。それから、ドイツ語でゲシュタンクというらしいですよね、匂いのことを。それから、オランダ語でスタンクだったかな、スタンク。そういうふうになんかね、スタンクっていうオランダ語は英語のスティンクの過去形みたいでしょ。英語のスティンクはスティンク、スタンク、スタンクだったと思いますけども、その英語の過去形に似てますでしょ、あのオランダ語のスタンクはね。それからドイツ語のゲシュタンクもね、シュタン、ゲシュタンクね。似てますでしょ、ね、ドイツ語とオランダ語もついでに覚えないと損ですよね。これはともかく例の独特のペテルブルクの匂い、強烈な匂い。So、ね、so で終わってますね。So、so familiar to all who are unable to get out of town in summer、ね。夏にその町から出ていくことができないようなあらゆる人たちにとって、すごくまあ馴染み深いものだったわけですよ。そういう匂いとかね、漆喰とかね、なんか、息苦しさとかなんか、ね、ものすごい暑さとか、ね。もうその、金持ちはね、みんな暑いから、ペテルブルクから逃れて、ね、別荘、田舎の別荘へ行ってるらしいんですよね。ところが、避暑地に行ってる。ところが、貧乏人はね、みんなペテルブルクに閉じ込められているみたいなもんです。そういうような人たちにとって、こういうのは馴染み深いって言ってるんですね。familiar。次。All worked.、All worked painfully upon the young man's already overwrought nerves. ここまで聞きましょう。All worked.Painfully upon the young man's already overwrought nerves. All worked ですから、あらゆるものが働いた、機能した、あらゆるものが働いた、painfully、痛くというかね、あらゆるものが、その若い男の、ラスコルニコフの、すでに、疲れた神経に、まあ、痛く作用したというかね、なんていうか、あらゆるものがそういうなんか都会の建造とかね、その漆喰とか、なんか臭い匂いとか、ね、暑さとか、そういうものが全てのものがね、このラスコーニコフがすでにもう疲れ切ってるんですよね。これ、神経疲れてる、その神経をまた痛めたんだという具合に言ってるんですよね。All worked painfully upon the young man's already overwrought nerves。ね、ここでピリオドですね。ここで一旦、閉じます。